文字がまだ間に合ってないですけど、始まってる、始まってる、はい、始まってるが、我々から画面が見えないので、ワンピー側がレノスさんの X 流、さあ音だけで楽しんでいただきましょう。新しいスタイルあー映った、さあ今日はガイル祭りということで裏剣が入る、ね、はい、バタヤンに実況変わります。まあ竜ガイルはね、皆さんそれなりに、ね、うん、まあいっぱい見てるだろうし、知識もあると思うので、そうですね、はい、まあ、ただまあこのタチウオガイルさんはハドソニック相打ちになった後、ダイヤシが入れれるかどうかの判断が非常にいいんですよね。さあ押して、まあ本当に関西から昔からいる古豪のプレイヤーでして、さあたった椿ダブル様、これは真空確定、うん、そうですね。うん、いいジャンプですね。ちょっと今は迷って、さあ裏剣確定、さあ今度は高かったですね、若干高かったですね。さあしっかりと中足、まあ、今日は遠征勢の方も多いですかね。ちょっと私も顔を存じ上げない方が結構いらしてます。まあオアシス勢が結構来てるってことですか、ちょっとよくわかりませんけれども、波動に中足とストバットから中足、竜巻にはリフトアッパーで、そうですね、さあダイゴス新しいエビスタムにダイゴスですか、ジャンプ大パンチ絡むって、さあそろそろ真空の怖さがちらついてきますが、これはきついですね。真空しのげば勝ちですか。さあ打たせて、こうなるともしかしワンチャン、もしかしてって歩き中足、うん、まあただ勝利は当たると死ぬ体力ではあるので、そうですね、ちょっと怖いところは、さあ見てからですね今のは、うん、さあ中ゴス、さすがにこれはリバス様ピオリはしないが、ね、さあこれはさすがに間に合わない、開幕ソニックへの歩き竜巻はある程度の、あーっとちょっとアントミを見せてしまった。まあ安全飛び込みもね、簡単そうに見えますが、まあやっぱ難しいんですよね。ガイルも割と有用はある方ではあるんですが、まあ画面端が絡まなければ手癖になるぐらい練習してってやれば、まあほぼミスらないよっていうところまでできるんですけどね。まあそう言いながらこのゲームスピードセレクトとステージで速さが全然違うんで、まあ、背景が動いて遅くなるとか、もう特にこのステージ後ろの人形が動いたらなんかジャンプしてる側だけ遅くなるんじゃないかっていう気がしますけど、まあ、そういったこともあって皆さん、あのタイマンだとキャミステージがいいとか、うん、そういう話になってくるんですが、いい裏剣からアッパーですね。さあ今のも微妙に高かった気はするが、いい、うん、無理はしない、無理はしないが体力負けてるので行かなきゃダメなんですが、さあうまく踏ませて、もしかして今度は今のも微妙だけどちょっとまだ高いですかね、うん、まあ、あの今のはガードでも体力0ドットか勝ちまであったんで、とりあえず出しとけばいいかって感じですね。うん、ああさあ今度はしっかり竜巻でダウン取って中ボス、さあかなり勢いに任せて攻める
からのレナス流ですが、おっとダイゴスが噛み合ってしまった。あ、中央ガイルがうまくしのいでいる感じ。これでさあ、あっと今のは中足のミスかな。いや、立ち中で釣って真空のつもりじゃなかったんでしょうかね。さあ、裏剣、あー 3-0。 まあ、レナスさんの方はまあ、かなり波動を控えめに安全に行こうとしてるんですけども、ちょっと追い詰められて裏目になってるっていう感じですね。まあ、無理打ちしないっていうのは非常に竜の動きとしてはいいとは思うんですけど、まあ、このカードやっぱ恥なりなんなり竜が取れるところでは取っていかないときついですよね。さすがに真空だけで勝てるほど甘くないカードだと思います、うん、特に恥でのプレッシャーその辺がないと自己勝ちしか期待できなくなってしまうのでかなり厳しいですね。まあ、このタチウオガエルさんも無理飛びはあんまりしてこないですね。まあ、今のところ立ち回りで負けてない自信があるんでしょう。そういう、それであれば無理しなくていいと、まあ、当然そこで勝てるなら十分ですからね、うん。ゆーっと真上ジャンプ大キック、開幕サマー読み、あ、波動読みと前飛びよりはリスクが少ないという、まあそうですね、そういったまあ押し引きの計算をしているということですね。まあ遅れせ上波動からの前ジャンプが一番最悪ですからね。真上ジャンプ見られて波動っていう感じで、さあ 4-0。何か変えていきたいデナス竜ですが、竜ガイルは一朝一夕に急に強くなるって感じでもないんで、なかなか難しいですね。これはちょっと強気波動が出てきたか。さあ、見てから間に合わないタイミングでの竜巻、これはなかなかね、やっぱり、うん、さあ、台足、今の台足は良かったが、やはりさあ、今度ドンピシャあったが、体力差がまだ、あっと昇竜出ない、垂直してたんでね、今のに大昇竜合わせてれば勝ちまであったんですが、ダイゴス大昇竜からアントビした時にまあダブルサマーガードしたらダメなんで、いやちょっと難しい。今の体力根元大昇竜は死ぬでしょ多分。ああそれはまあどうでしょうね。まああってもゼロドット重ね小波動で終わりみたいな、あーなるほどね。お、来たよ、これはある。おっと、チャガミチュバーバレ、これは削って波動拳、あ、そうですね。さあ見てからっぽい、来たよこれ。さあ壊したやし、おっと、おっと、ダイヤダイゴスがちょっと遅かった。しかし体力は5分近いで、さあこれは真空溜まって、真空溜まって、おっと前詰めていく。さあ中足体育、これは裏剣、最後はかなりもつれましたが、タチウオガイルが取り切りました。いやー、固い握手が交わされています。コメント、じゃあ、コメントいただきましょうか。レナスさん、まあなかなかこんな感じで対話することないかと思いますが、実力のほど出し切れたかどうか、どんな感じだったでしょうか。はい、岐阜オアシスから来ました、シノン改めレナスです。
もし見てる方にツイッターのフォロワーさんいましたら、ぜひコメントをいただきたいところなんですが、とりあえずですね、毎週オアシスで、リュウガエル、僕の師匠のボンさんにですね、教えてもらいながらやってたんですけど、本当に自分の実力が緊張して、出しきれなかったので、そういうところがまず非常に悔しかったです。で、今回、松尾さんとやらせていただいたことに、関しましてなんですけれども、一回ちょっと僕の中でいい意味での、リュウガエル戦の一区切りをちょっとつけたいと思いまして、まあ、今回、もう本当にストレートで負けてしまいましたけど、この悔しさをバネにもう一回、初心に帰って、また頑張ってまた大阪来た時に、また松尾さんとですね、やらせていただきたいなと思っております。本当にですね、エンパラの皆様、2日間ですね、楽しい思い出本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、レナスでした。ありがとうございました。では、タチオガエルさん、コメントの方いただきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。タチオガエルです。今日は岐阜の遠いところからシノン君、セイヤ君来てくれてどうもありがとう。もう実際僕の息子ぐらいの息子ぐらいの年で大人げなくやってしまったんですけど、まあまずこのほんまこのね、遠いところ来てくれたことに感謝、ほんまにいつでも挑戦受けますんで、いつでも対戦やりましょう。楽しくやることに意義があると思うんで、僕は一緒に楽しくゲームしましょう。以上です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。